皆さんこんにちは、今回のテーマは表現主義です。それではどうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマ、表現主義は英語だとエクスプレッショニズムとなりまして、フランス語やドイツ語でも大体ね同じような綴りになります。今ご覧いただいている画像ですけれども、これはベルリンの新ナショナルギャラリーで、私が撮影したもので、ほぼ中央に見えるのがキルヒナーの作品でして、制作されたのは1914年となっております。で、この表現主義という言葉なんですが、表現という言葉が本当に大きいものなので、具体的に何を示しているのかがちょっと分かりづらいんですけど、美術用語として使われるときは講義と競技がありまして、まずはねそれについて説明をしたいと思います。で、まず講義なんですが、描く対象、例えば人とか物とかですねの形や色の模倣を追求せず、つまり再現性をあまり追求しないで、表現したい形や色の方を重視するというのが講義の表現主義になります。ですので、そこでは現実にはありえない形状や色彩で表現するということも非常に多く行われるんですね。それからですね、そういう表現を通じて感情や主観といった、目には見えない内面的なものですね、それを、表出しようというのもこの、表現主義の特徴の一つとなります。で、一方の競技の表現主義なんですが、これは、20世紀初頭の西洋において、今ねお伝えしたような競技のね表現主義の傾向を示した動向になりまして、具体的にはフォービスム、フランスのフォービスムですね、や、ドイツの表現主義などがこれに当たります。そしてここではですね、主にドイツの表現主義に注目をしていきたいと思います。このドイツの表現主義というのはですね、実は美術だけじゃなくて、音楽、文学、映画や建築など非常にね幅広いジャンルで展開をいたしました。で、私はですね、映画に関しては、カリガリ博士と吸血鬼のスフェラトっていうのをね見たことがあるんですけれども、映画のセットとかもねすごいユニークなデザインが多用されておりまして、そこをね見ているだけでも結構楽しめるようなね、そういう映画でした。内容自体はちょっと不気味な感じなので、ちょっと好みがあるかもしれないんですけれども、機会がありましたらぜひおすすめいたします。で、ここからはですね、その、美術における表現主義、ドイツの表現主義について、お話をしていきたいんですけれども、で、ここでご紹介したいのが2つの重要なグループでして、1つはドレスデンのブリュッケ、それからもう1つがミュンヘンの青木氏です。で、青木氏はですね、日本語の文献においてもドイツ語読みのブラウエライターというね、呼び名で、登場するということがよくあります。青木氏イコールブラウエライターというふうに覚えておいてください。で、まずブリュッケについてですが、ブリュッケの、ね、意味は橋となっております。で、主な関係者としては今ね、画像をご覧いただいている作品を描いたキルヒナーや、シュミトロットルフ、ノルデ、ペヒシュタイン、ミラーなどがいます。そして、青木氏に関しましては主な活動として、雑誌青木氏を発行したり、それから、企画展をね開催するなどしておりました。で、その雑誌においてはですね、同時代の前衛的な芸術のほかですね、ヨーロッパ以外の芸術、民族資料、それから、児童画等も紹介しておりまして、これらの表現の評価を主張するといったことも行われておりました。
その中心人物としてはヴァシリー・カンディンスキーとフランツ・マルクの名前を挙げることができます。そして今ご覧いただいている画像がそのカンディンスキーによるものでして、制作年は1912年となっております。でその他にもですね、さまざまな画家が関わっておりまして、こちらにね書いてあるようなミュンタ、バイニンガ、ヤウレンスキー、マッケやクレーなどがいます。でそれぞれのねメンバーが追求する方向っていうのは非常に多様でして、例えばねカンディンスキーはまさしくこの時期に抽象絵画を生み出しております。でしかしながらですね、この青騎士というのはですね、1914年に第一次世界大戦が勃発しますと、そのリーダー格であったですね、カンディンスキーが、母国であるね、ロシアへ帰国をしてしまいまして、そしてマルクとマッケは戦死をするということになってしまうんですね。そしてやがてその運動が終わっていくということになるんですが、しかしながらですね、生き残った人たちはですね、また例えばバウハウスとか新しいね場所で活躍の機会を得ることができまして、その後のね20世紀の美術に大きな影響を与えるようなね仕事をまた生み出していくということになりました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は表現主義についてお話しいたしました。今回もお付き合いいただきありがとうございます。それではまたのご視聴をお待ちしております。